フェリス女学院大学の船津明美です。それでは北条特派員からのメールをご紹介します、うん、小田原からの情報です。お城の近くに住んでいる人気者が今度60歳の誕生日を迎えます。ミンテレでも取材してお祝いしてあげたらいかがですか。ということで今回のテーマは小田原のスーパースターにご対面です。小田原のスーパースター歴史上の人物、まあ歴史はありますね。だって生きてんでしょ。生きてます。小田原で生きてて60歳でスターだよ。有名人だから還暦を迎えられたんです。還暦、はい、還暦した。還暦、はい、誰だ。私も一緒にお祝いしてきちゃいました。待って、中原さんなんとなく知ってそうだよ。いや、なんかちょっと今笑ってましたよね。ちょっと知ってそうだね。あれ、はい、なんだろう。それでは VTR どうぞ。こんにちは、私は今小田原城の前に来ています。今日ここで誰かの還暦のパーティーが行われているということなので、早速私もお祝いしていきたいと思います。行ってきます。どの人だ、どの人が還暦なんでしょうか。なんかみんなちょっと還暦っぽく見えるのはね。でも還暦って一体誰なんですか。なんちゃんこだぞ。え、ゾウ、ゾウ、あ、でも書いてある書いてある書いてある。梅子さん60歳おめでとうって。梅子さん、え、人間じゃなくてゾウだ。どうしよう、すごい、どうしよう。そう、今回私が還暦のお祝いをするのは小田原城址公園にいるゾウの梅子だったんです。あの、今日本当誰かの還暦のパーティーが行われるということで来たんですけど、人じゃなくてゾウなんですね。はい、小田原動物園で飼ってます、ゾウの梅子がですね、はい、60歳を迎えまして、そのお祝いを今日やります。あの、なんでここ小田原城にゾウがいるんですか。はい、ですね、昭和25年にですね、はい、小田原市政10周年の時のイベントの子ども博覧会というのがありまして、その時に、ゾウさんを飼うことを決めたそうです。すごい人もいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、今日はどんなイベントがあるんですか。はい、今日はですね、まずあのゾウさんの絵をですね、子どもさんに描いていただいたりですね、あとは午後の2時にですね、バースデーケーキをあのゾウの飼育員が一応作りまして、それをゾウさんに進呈するイベントをやります。ゾウのバースデーケーキ、え、本当の生クリームとかですか。いえ、ゾウ用に、はい、あのゾウさんが食べるようなものをですね使いまして、ケーキっぽくあのデコレートしたやつを今日はあげます。じゃあ私もそのイベントに参加してもいいですか。どうぞ、あの皆さんで楽しんでください。すごい、じゃあ私も一緒に梅子を祝っちゃいたいと思います。ということで私も子供たちと一緒に梅子のお絵かきに参加しました。うまいですよね。うまい、私じゃないんだ。はい、私違う。完成しました。すみません、すごい自信があったんですけど、周りの子供たちの作品を見ているともうどんどん自信がなくなってしまいました。なんか本当に絵が下手だってことが改めて分かりました。そしていよいよメインイベントのバースデーケーキの贈呈です。報道陣とお客さんもたくさん集まってきました。すごいすごい、まだまだたくさんケーキを食べています。還暦のパーティーをこんなたくさんの人々に祝われるなんて本当に夢か幸せ者ですね。以上、現場から船津がお伝えしました。はい、で皆さん、あのケーキがすごい気になったと思われるんですけど、あれは食パンとあとろうそくが大根に上にいちごを炎のように乗せて、はい、それで一番上にメロンも乗っかってるんですよ、丸々。すごい、すごい、すごい、パンとか食べてる。60歳でしょ。はい、こんなにケーキ爆食いする60歳いないですよ。確かに。しかも日本に60歳以上の象って3頭しかいないんですよ。3頭しかいない、はい、そのうちの1頭が小田原に。貴重だ。やっぱりみんなそこまで長生きできないのかね。
そう、どうなんですかね。中原さん、ゾウって大体どれぐらい生きるんですか。いや、私も詳しく分かりませんけどね。やっぱり中原さん別に造検定に至ってちょっと分かるかなと思ったんですけど、大体人間と同じっていう噂は聞いたことありますね。大体だから50年ぐらい60年ぐらいっていうのも中には出てくるっていうことですかね。なんか梅子さんってこれ女の子。そうです。女の子やっぱ女性ないね。強いので女性は。それであのお祝いのイベントとなったのお絵描きなんですけど。うわー出たー。すいませんあの下手くそで。可愛いでも可愛い。本当ですか。一応ちょっとマイクさんの絵とかもここに入っていいですけど。赤いの何？マイクさんの赤いのですか。梅子。梅子絵が下手くそなんで字でごまかしました。いやもっともっと長生きしてほしいね。はい。そうですね、木村さんはいかがでしたか。もう私も60歳以上の像って見たことなくて、本当にすごいですよね。これだけずっと長い間生きてるともういろんなことを梅子さん見てきたわけだし、歴史に残る、これがもう長生きしてほしいと思います。もうだからもうすっかり神奈川県民ってことだよね。もう県民ですよね梅子はね。自分で生まれたところよりもこっちの方が長いからさ、もしかしたら中原さんに詳しい可能性あるよ。何でも知ってる可能性ある。いろんな人見てますからね。そう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 。あの私が描いた絵とあの子供たちの描いた絵が11月16日から29日まで小田原の地下街の街角ギャラリーにあの貼ってあるので、皆さんぜひ見に来てください。船津なの。はい、もしかしたら目立つところに貼ってあるかもしれない。断ってきなさいよ事態いやもう、ぜひ載せてくださ い。びっくりした。はい、皆さん小田原に足を運んでください。はい、はい、はいはい、ではすみません、船津さんありがとうございました。ありがとうございました。